めっちゃいい匂い。めちゃくちゃいい匂い。
ただきます。うまっ、美味しい。めちゃくちゃチョコレートの味がするぞ。じゃーん、スーパーの方でね、もうね、早々に秋を感じるさつまいもと栗の和菓子があったので、もう思わず手に取って購入してきました。まあね、和菓子といったら私の中ではアンスタのね、暁と神崎相馬が私の中で浮かぶので、相馬のグッズをね、ちょっと一緒に写真撮っていきたいなと思います。じゃじゃーん、めちゃくちゃかっこいい相馬のね、この写真を一緒に飾っていきたいんですが、これはね、おたかつに持ってくのにはちょっと大きすぎて一回も使ったことがなかったので、ちょっとお家で使いたいんですが、待って、これ YouTube 的にダメかな、YouTube 的にダメなのかな、もしかして。え、やばめ、やばいかなこれ。ちょっとくどいか。スタライのね、グッズ、アクスタですね、これを置いております。シンプルすぎるんだよな。今年の12月にね、またスタライがあるんですけれども、行くことになりました。抽選はね、私は外れちゃったんですけど、るーちゃんがね、一般の方を唯一当たりまして、一般でね、楽しんでこようと思います。今回暁は出ないので、私はバルキュリーのね、ミカちゃんとシュウくん2人を応援しに行こうかなと思っております。あと個人的にナイツの歌めちゃくちゃ好きなので、ナイツの歌をね、大音量で聴きたいっていうのもあります。めちゃくちゃ楽しみで、またルーちゃんと行くので動画もね、あげようと思うので、よかったらそちらも楽しみにしていただけると嬉しいです。めっちゃ和だね、いいんじゃないでしょうか。かわいい、アップで撮るのがやっぱ好きです。はい、じゃじゃーん、めちゃくちゃ秋ですね。さらっと紹介すると、これがおはぎで、これが栗きんとんわらび餅と栗粒入りのういろみたいです。違うな、これがん、これが栗きんとんわらび餅で、こっちが栗粒入りういろ。え、いや違うよね、多分。え、こっちが栗粒入りういろで、これがおはぎかな。いただきます。お供はほうじ茶でございます。おいしい。さっきスタライの話もあったんですけど、バルキュリーはね、2人とも大好きだし、ナズナを入れたね、3人のキューバルの方も好きなんですけれども、特にミカちゃんがね、その中では好きなので、
ミカちゃんのぬいとかちょっとグッズとかをね持って参戦しようと思っております。今年のまだ12月冬の話で、それもクリスマス前の金土日とかになるので、結構ねまだ先の話にはなるんですけど、ワクワクして準備をねして待とうと思います。スタライの服装をねルーちゃんとこの前ちょっとお話したんですけど、前回はねお揃いで着ていってめちゃくちゃあれ可愛かったんですけど、今回はあのそれぞれの好きなグループの概念コーデで行こうっていう話になりまして、私はねバルキュリーっぽい概念コーデを考えて、ゆーちゃんはナイツっぽいね概念コーデを着ていこうと思っております。そちらも合わせて楽しみにしていただけると嬉しいです。ちょっとバルキュリーっぽい服ってのが高級そうな服装になりますよね。どうしよう、私あんまり高い服とか買わないから、プチプラでなおかつバルっぽいね服装を考えられたらなと思っております。早速ねこちらを食べていこうと思います。ちょっと味が何が何だかちょっと私にはわからないんですけれども、とりあえず私がこの中で一番好きそうだなっていうのが栗きんとんわらび餅ですね。好きなものは先に食べる派。じゃん、いただきます。うまっ。シンプルに美味しい。私さつまいも味が一番好きなんですよね。さつまいもとお餅とかの組み合わせがもう本当に一番好きです。今回はね服装もちょっと秋カラーを意識してさつまいもっぽい服を着てきました。さつまいもっぽい服。はい、次、このメニューにおはぎと栗粒入りういろうって書いてあるんですよ。私は名古屋民なのでういろうは、まあ、馴染みがあるし好きなんですけど、まあういろうって言ったら多分こっちなんですよね。でもこれおはぎなんですかね、芋おはぎとかなのかな。おはぎの色だったら色はこっちがおはぎですよね。こっちを食べていこうと思います。多分あ、おはぎっぽい。おはぎです。ご飯粒みたいなお餅が入ってます。いただきます。うん、待って、美味しい。ダントツこれが好きかもしれない。ちょっと待って、めちゃくちゃ美味しいじゃんこれ。最高。この前の動画とかあとインスタグラムで結構あの2時3時の赤木ウェン君を押すことになりましたっていう動画を上げたと思うんですけど、それに対してめちゃくちゃもうね温かいコメントをたくさんいただきまして、すごくねもう大歓迎皆さんしてくれて本当に嬉しかったです。私なんかやっぱり新しい推し様をね画面できるってなると、まあ、ちょっと DD な感じもね出てきちゃうので、 DD が苦手な方とかね推しが被ってしまって嫌だって少しは思ってしまう方がいるんじゃないかってすごい思ったりもして、動画をこうやってあげるかちょっと迷ったりしてはいたんですけど、やっぱりちゃんとこれから応援していきたいって思った子ができたので、それはやっぱりね皆さんにもご報告したいなと思ってこの前は動画を上げました。少しねどんな反応が来るのかドキドキした気持ちはあったんですけど、私の周りの皆さんは本当に優しいので、温かいコメントとかお言葉本当にありがとうございました。まだまだ2時3時のことは全然わからないことだらけなんですけど、教えてくださると嬉しいです。本当にありがとうございます。おいしい。じゃあつまりこれがやっぱり栗粒入りウイローですね。いただきます。めちゃくちゃ美味しい。お茶がなくなっちゃいました。最近ねどこもねお洋服とか食べ物とか結構秋っぽいものがね増えてきて、ちょっと秋を感じれるようになってちょっと涼しげでいいですね。まだまだ暑い日続くので体調管理に気をつけて一緒におたかつ楽しみましょう。